皆さんこんにちは。はい、今回はですね、モバイルバッテリーを販売しているラブパワーさんから、商品のご提供をいただきましたので開封したいと思います。いやー、でもあれですね、長いこと YouTube やってますけど、商品提供していただいたのは初めてですね。パカパカ、よいしょよいしょ。紙、今回はですね、あくまで開封動画です。またね、レビュー動画は、別に出します。というわけでね、商品を開封していきたいんですけども、結構ね、いろいろいただいたんですよ。まずこちら、じゃがじゃん。はい、ご覧の通りね、モバイルバッテリーでございますね。容量は 14,000mAh でございます。続きましてこちらです。じゃん。はい、iPhone 使ってる方は必須のアイテム、ライトニングケーブルです。はい、そして最後こちらでございます。ドン。はい、こちらはですね、マイクロ USB ケーブルですね。Android を使っている方は必須のアイテムですね。マイクロ USB ケーブルの5本セットでございます。ではまずはね、このマイクロ USB から、開けてみたいと思います。で、5本セットなわけなんですけども、なんで5本も入ってんだと言いますと、長さが違うんですよ。はい、今袋から出しましたけども、まず30センチが1本、そして90センチが2本で、180センチが1本で、そして最後がね、めちゃくちゃ長いんですよ。3メートルです。はい、という感じにですね、いろんな長さのものが入っております。まあ、おそらくね、一番使い勝手がいいのはこの90センチでしょうね。はい、という感じの5本セットです。では続きまして、ライトニングケーブル開けてみましょうか。ちなみにこのライトニングケーブル、長さはですね、90センチとなっております。はい、箱から出すとですね、このような感じです。まあ、至って普通のライトニングケーブルですよね。で、このライトニングケーブルなんですけども、適当な、ただのケーブルではなくてですね、一応Apple 認証ということで、Apple の用意した、認証プログラムみたいなやつを一応、クリアしてる、合格してるみたいです。あとですね、こういう消耗品関係では地味に嬉しい、1年保証がついております。さあ、そしてお待たせいたしました、こちら、モバイルバッテリー、こちら開けてみましょう。はい、まず付属品なんですけどね、持ち歩き用の、メッシュのポーチ、それと、またマイクロ USB ケーブルです。そしてこちらが本体でございます。じゃん。はい、こんな感じのですね、白いプラスチックのボディですね。で、充電するための USB ポートなんですけども、 2A と 1.5A の、2ポートついております。で、このモバイルバッテリーですね、売りの一つに iSmart という機能がついておりまして、なんとですね、充電するための端末をこう繋いだら、モバイルバッテリー側で自動的に適正な電流を感知して流してくれるというですね、そういう機能がついてるんですよ。いや、まだ使ったことないから、ついてるらしいんですよね。なかなか面白い機能ついてますよね。というわけでですね、モバイルバッテリーとマイクロ USB ケーブルとライトニングケーブル、今回この3つをいただきました。実際にですね、使ってみてどうだったのかというのをですね、後日動画でアップしたいと思います。では今回はですね、ラブパワーさんからご提供いただいた商品の開封でございました。それではじゃあねー。